皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、8月の9日、17時56分、長崎原爆投下の日でもありますが、私の誕生日でもあります。でそれと、秋篠宮、佳子様たちを、呼んでいた日でもあります。岸田さんなどにご相談なんですが、この後出てくる動画で、例えば、皇室の秋子ちゃんなどが、まあ、どういうふうな対応をしているかなど、まあ、その辺のところをちょっと、まあ、確認していただきたいんですけども、もう、それも、ホームページは淡井圭介の履歴の、文章とワンセットで見ていただきたいです。で、昔から同じことをずっと、お二人とも、秋子ちゃんにしても、佳子ちゃんも同じことをしていて、で、まず、この日の、明け方まで、オリンピック関係もあったんでしょうけども、まあ、それまで夜中もフミート様の声を聞かされたり、キコ様の声も聞かされたり、で、アキコちゃんの声を聞かされたり、カコちゃんの声も聞かされました。で、ずっと戦わされてる状態、もうテレビの電源を引っこ抜いてもです。で、朝の5時ぐらいにやっと眠れそうになったんですけども、その時に左手が潰されそうな、どちらかというと思いっきりこうギュッとこう握手で握って、こう腕力がものすごく強い人間がこう握り潰すような痛み。それが神がかり的な力で攻撃されて、その次は右膝。いつものあの右膝への神がかり的な力での攻撃ですね。今回なでしこジャパンのあの長谷川優衣というものも淡井圭介に見つかって、なでしこジャパンの長谷川優衣っていうことを正直に、名乗ってなくて、話を、濁していて、結局髪の毛染めて、なでしこジャパンとして今回オリンピックに出て、もうそれバレてるから、選手と交錯した時に足と足はぶつかってなかったんですけども、神がかり的な力の方で右足の膝が痛くなっていて、それは心の声で聞いてます。それ神がかり的な力の方って接触してないって、それは本人が神がかり的な力の方って言っていて、もうその状態やめときって、もうその状態出るの本当に危険だからっていうことで、選手交代してっていう現象、まあ、他でも発生してるんですけども、他の、 神がかり的な力で、僕はこう思ってる攻撃等なんですけども、もう限界です、本当に。今日、フルーツラパークに行きましたけども、ビーズの皆さんも、グレイの皆さんも、秋篠宮佳子さんたちも誰も来てなかった。僕の指定してる時間、12時から1時です。その時間に来ないっていうことは、合わないっていうことです。で、フルーツやパークの中も、もともと働いていたから知ってます。お客様に、撮影許可、出しています。写真とか、どうぞ好きに、撮影してくださいと動画も。当時デジタルカメラとかありましたから。で、それで物事通してたんですけども、蒸留する設備とか、撮影しに行ったりとかもしたんですけども、びっくりしました。なくなってます。もういろんなことがもう、仰天することもありましたけども、一応まあ、菊の間の近くの、2階のフロアに、まあ、テーブルと椅子は並べてありまして、まあ、十何名ほどで、まあ、話し合いができるような、テーブルとか置かれています。ただしもう昔からそうですけども、フルーツアルパークにはもうあんまりお客さん来ていません。で、園内とかこう、撮影しますけども、ほぼほぼ人映っていません。で、受付にいらっしゃった人は、後から思い出した人なんですけども、議員さんで、多分石原さんのところの家系の石原議員だったんじゃないかなと思います。で、この間郵便局で見かけた人間は、共産党の、朝倉という女性議員でした。テレビでは文部科学大臣として、昨年、秋に放送されてた人間です。それが今度、自民党から降りた後、共産党に回ったっていうことですか？髪の毛染めていたっていうことが理由で。その、共産党のチラシ、まあ、ビラーとも言いますけども、そちらの方では髪の毛染めてないんですけども、実際は髪の毛染めています。で、それ見つかって、この間郵便局にいたんですよ。で、あと台風の進路図ですけども、もともと北海道の横を通り過ぎる予定だったんですけども、もう何回も言ってます。今日も朝から、そういう風な電波の攻撃もそうですけども、それで女子卓球が勝って次に、勝ち上がってますけども、その後、
踏切を渡ってきた時に黒い、日傘を持っていたのがアキコちゃんで、途中で気がついたんですよ。50メートルぐらい離れた時に、あ、アキコちゃんだと。もうその距離大声で言うしかないか。昔もそれ多分僕大声で言ってるはずなんですよ。でも今回は撮影しました。キリなくなりますから。で、ちょっとこれどうすんのと。ちょ、エネルギーの残存問題とかこれどうするのと。結婚問題とかって。一切答えないです。で、なんか知らんけど、もうそのままずっと歩いていって、いや、まあ距離があるから、声はっきり聞こえてないのかな、何なのかなと思って、追いかけていって、まあなんとか撮影して、まあ途中で横から、喧嘩打ってくるようなことを言う、住人がいます。そこの家の人間、コロ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 住んでる人変わってます。これが本当です。昔はそこ猫屋敷でした。で、まあ、その話はとりあえず置いといて、本当にこれちゃんと調査した方がいい。で、一般人にも調査権与えなきゃならない。本当の記録を一般人に持たせてあげなかったら、街のどこにどのような異変が起きているかってわからないから。で、結局信号でアキコちゃんに追いついて、で、その後、アキコちゃんはジョリーパスタの中に入っていこうとしたんですよ。朝の9時台ですよ。営業時間は11時からって書いてるんですよ。目の前のガラスに、それを無理やりこう開けようとしていて、その後、携帯電話を取り出し始めて、もう手がもうこんな風になってるんですよ。そりゃそうですよ。全然真面目に対応しようとしてませんから。で、その古谷は何かっていうと、台風の進路はもう変わり始めてるんですよ。後続2名で悪いことをして、で、カコちゃんも行ったけどもいなかった。で、20キロほど歩いて往復、帰ってきた時に、その、藤原台の郵便局のところに、昔もそうだったんですよ。今度、白とベージュの色の合間の、車の、軽自動車にカコちゃんが乗っていて、で、すぐに逃げ去っていくと。で、僕は有馬警察署の方の横の階段を降りていって、その先の道は、こう曲がっていったらその坂下ってくるはずなんですよ。だけども、現れなかった。だから右手に途中で右折したのかもしれない。U ターンして。で、逃げていった。で、それするから、台風がもともと、まだこれで東京直撃だったらわかりますよ。もうこれ本音で話します。人の心情として。だけども、最悪です。東北です、進路。で、台風の威力はかなり上がってます。最大瞬間風速40メートルです。いや、じゃあ45メートル。最大風速は40メートルで。ちょっと前まで15メートルだったのに。もう何回も同じこと言ってるじゃないですか。でも僕も睡眠時間が短くなったら抵抗力は低下しますから、もう台風に対する制御はできない。で、あともう後続が悪いことしたら、それだけ台風が日本列島に近づいてきますから。その当の本人は、気楽な顔して逃げていく。話し合いをしない。で、敬語で話をしない。車の中で僕はその、カコちゃんを見たときに、カコちゃんやんって思ったんですよ。そしたら、車の中で、つぶやいてる言葉は、喋ってる言葉は、分かってるなんですよ。敬語なんか全くなし。何歳も年下のものにですよ。してることは今まで何だったのって。海外って余計なことばっかりしてたでしょって。で、僕からの提案を受け入れて、オリンピック参加を取りやめてくれたのが、プーチンさんだった。その間日本はロシア語なんかみんなわからないと思ってロシアとウクライナの戦争なんか放送してたんですよ。プーチン大統領がしどろもどろで話して、文章を読み上げていたのは僕の件ですよ。オリンピックやめるやめないの参加に。世界のリーダー国は今のところロシアです。エネルギーの残存量問題についてまともな対応してるからです。それを、ホームページ、淡井圭介の履歴の8月9日、残念ながら僕の誕生日にこんな嫌な思いしたくなかったんですけども、毎年そうですよ。去年なんか、あり入れられてましたから、家帰ってきた。号泣。その後、2文字。本当に。悪いことなんか何もしてない。逆。生活保護者を最前線に立たせて、自分たちは、何の音か目もなし。
で、その、あきこちゃんが、その、携帯電話で、取り出したときに、ああ、もうこれ通報するなと思ったから、動画削除されるなと。これもう証拠で持ってなかったら、裁判所に提出ができなくなるから、これ本当に警察官の人も、最後まで見てね、その、ホームページは IK ですけど、履歴の内容とかもしっかりと見て、まずもう一番、今聞いてる人、傍受してる、電波傍受してる人たち、各機関の人たちに、もうそれ確認してください。もう逮捕の審理、毎回変わるんですよ、日本直撃に。で、風速も上がります。もう無理。もう睡眠時間ももう2時間じゃ無理。家帰ってきて、もう帰ってくるときもうヘトヘトになってるんだけども、カコちゃん見てから眠たくなくなってる。カコちゃんが昨日の晩僕を、カコちゃんたちが、皇室の者たちが、僕がオリンピックで、そういう犠牲になることによって、女子卓球は、決勝へ進出して、で、髪の毛3名とも染めてるから、まず負けなきゃおかしいんですよ。ルール法律ですから。他の現象もちゃんとホームページに記載してます。リーダー格である僕は責任者みたいな形になって、髪の毛染めるのやめろよって言ってるのに染めていて、その分の、その神がかり的な力を僕はこう持っていて、それで勝ってる。な、岸田さんも睡眠時間削られたりしてるのも、そういうオリンピックに出てる、髪の毛染めてる連中のせいでそうなっています。もうそういう奴らもう出さなかったらいいって言ってるじゃないですか。もうそれを本当に真面目に受け入れてください。で、先ほど外から声をかけてきた連中は、皇族はもうちょっと待ってねとか何か、わけのわからん女。もういちいち顔も覗く元気もない。もうくたくた早く寝させてって言ってるのに、寝させてくれない。もういや、本当にオリンピックの勝ち負けもボイコットしたい。ボイコットする。言ったらもう腕の血液取られてます。痺れてます、両腕。もう警察官が混ざってるから。オリンピック選手もスポーツ選手も警察官が混ざったら絶対ダメ。腕の血取るから、逮捕しやすいように。腕痺れてる、両腕とも。もうこの強制性、完全に奴隷制度ですよ。もう僕には無理。岸田さん何とかしてください。とにかくまず僕とは会いましょう。もう僕も、とりあえず岸田さんと話することは、河川水門回収発電とか、そういうことに、メタンガス浄水場とか、そういうことになってくると思うんですけども、総理降りてから来られても、もう意味ないんですよ。多分、安倍さんみたいになって、多分僕に声かけることができない。で、残念ながら岸田さんも結構顔変わっています。だから僕も認識できるかどうかわからない。一人一人歩いてるときに顔なんかいちいちチェックなんかして生活なんかできないんですよ。で、今も一応窓閉めてますけども、もうカーテンもこの状態です。これ、テレビとかは邪魔なだけで、もうかなり風吹いてます。風は取ってはいるんですけども、もう無理。もう岸田さんたちの方でもうどうにかしてください。あと立憲民主党とか、維新の会とか。まあ、朝倉っていうやつももう近づけさせないでください。今現在、神戸市議団の共産党の。もう鬱陶しいだけ、こちらも。もう手に負えない。フルーツアラバークの受付にいる者たちですら、名札もうつけてないです。もう絶対ああなったらエロ業界の人間紛れ込みますから。もうどこも人材派遣会社の人間ばっかり。もう絶対紛れ込む。もう僕も手上げ。もうこれ以上河川水門回収発電とかどうしたらいいかわからない。誰も助けてくれないから。もうビーズとグレイの皆さんにも裏切られた気持ちしかない。会うっていうあの言葉も結局嘘だった。通り過ぎるだけ、表立っての言動。結局やっぱりいつもと同じパターンで、最後に残った感覚は阪神・淡路大震災の家屋全壊者を利用して金稼ぎをしていた。もう最後に残るのはいつもそれです、残念ながら。そうじゃないって言うんだったら、自分から電話かけてください、僕の携帯電話に。かけれないんだったら、
9月5日の神戸家裁裁判所2階です。そこの傍聴席に来ましょう。来ないんだったらもう無理、どうせ滅びる、もうみんな逃げ、自分の責任から。僕は逃げてない。たとえ睡眠時間2時間でも、その前の日もそんなに寝てない。その前の日もそう。いや、佳子ちゃんの顔は元気そうだった。だから歩かせてる間に自分が寝てたんじゃないの。で、佳子ちゃんが降りた後、もう自民党は、もう小泉進次郎が総裁。もう請願法の陳情、いります?もう常識でいいじゃないですか。ある程度の年齢のものじゃなかったら務まりませんよ。何のうちに若いうちに、農林水産大臣させたんです。環境大臣とか。小泉総理にならなかったら、ただの金稼ぎですよ。まあ、ただのっていう言い方が、変かもしれませんけども、大金本当は稼いでるから、ただ、ただっていう意味を感じ直す無料ですから、ついつい僕もテレビ用語が身についてしまって、普通の日本語は喋れない。もう世の中の9割以上の人間はそう。もう線も根もつきました。もうどうしたらいいか本当にわからない。わからないんですよ、僕も。もう自分がどうしたらいいのか、この自分の名前すら、その神戸地方裁判所も同じ、自分の名前をちゃんと名乗る人と名乗らない人も2種類に分かれてますから、もう名乗らない人はもう何かしらもうかなり悪いことした人、でさらには名前変えてる人間もいます。でそれが裁判官だったり、もしかしたら裁判官だった人間が司法書士になったりしてる可能性があります。例えば坪川っていう人。だから裁判所を通して名前を変えるっていうのも、それはもう法律でなしにしなきゃなりません。裁判官がむちゃくちゃな判例出すから。で、自分たちの身を守るために。で、あとは世の中のことをほったらかし。無理です。こんな世の中もう無理です、本当に。誰も真面目な対応しようとしない。結婚問題に関してはもう最初から最後まで全員真面目な対応なんか一人もしてませんでしたから。結婚希望相手もちゃんと書いてますよ、だいぶ前から。で、ちゃんと書いてますよ、大きな文字で。今までのことを見てくださいって。あんまり毎日毎日一つの日付で、僕も文章量多かったりとか、上げてる動画の数も多いから、これはちょっともう無理があるだろうなと、見てる方もと。だからもう今までずっと半年間ぐらい結婚希望相手秋篠宮佳子様ですっていうことを書いてたんだから、もうそれでいいじゃないですか。もういつものやり逃げ。台風から逃げるために関西来ました。最悪。もう僕もこんな世の中もう何をどうしたらいいか、もう投げ出したい。もう今はもうとにかく寝なかったら無理持たないです。まあ、この後の動画、一応、まあ、ちょっと皆さん拝見してもらいますが、警察官の人たちとかも。で、警察官の人たちも、もう皇室の人たちのことをもう信じないでください。無理ですから。第一次世界大戦も、第二次世界大戦も、本当の一番の戦争犯罪者は、東条英機じゃなくて、昭和天皇。三親等以内の請求。平成の天皇陛下もアウトだし、なる人様もアウト。皇室の家系の人は全員アウト、本当は。その皇室の血の家系で固められた総理の家系も、もう本当は全員アウト。もう責めたくて言ってるんじゃなくて、もう大っぴらにその真実を言ってるんですよ。で、それに対する反省とか、自分たちが真面目にしなきゃならないっていう気持ちが、全くない。また電波で言ってきてる。分かっとうとか。また敬語なしで。過去。秋篠宮過去。俺の方は上。国連が認めてるから。で、もう上とか下とか言ったって何も始まらない。
もう向こうは徒党組んでるから、で警察官の人たちも全員覚えておいてください、撮影したらダメだとか言う人間、嘘に決まってるじゃないですか。レジャーランドどこでも撮影していいでしょ、絶対画面の中に人入るに決まってるじゃないですか。そのまま自分でちゃんと裁判しなさいよ警察官の人、僕は何回もしてきたか分かってるの、裁判官がちゃんと言ってるから、裁判所の勤務者の人たちも。今まで何があったかが重要なんです、その重要な証拠を消したりしちゃダメなんです。でこれね、警察官の人たちも覚えておいてくださいね、あのテレビの画面とか撮影していてね、本当に重要な内容とかを撮影してこっちの言ってる内容との受け答えね、それ iPad から YouTube にアップロードする前に、公開する前に削除されたりするときはされます。多分それは AI じゃなくて人間が介入しています、ずっと隠蔽しようとして。無理、もうこんな調子だったら絶対無理、世の中何も変わらないから、変わってないから、現実的にポグジーさんが僕の言い分聞いてくれただけ、他の国ほったらかし、世界のリーダー国はアメリカ全然違う、ロシア今のところで、習近平さんももう正直あの背もたれ使ってる時に、まあマクロン大統領がね、結局フランスでオリンピック開いちゃったから、こう背筋ピシッと伸ばしてあの説教を受けてたんですけども、その時も習近平さんももうこういう感じだったんですよ。でそれって多分習近平さんも睡眠不足にさせられて、もうあと精神的にももう政治の世界とかも嫌になって、みんな本当の名前すら名乗らないっていうその卑怯さ、それでも何もかもがもう嫌になってるんじゃないですか。もう僕も同じ状態ですよ。総理は任期が終了したら逃げれるかもしれませんけども、僕の場合今もう逃げ場なくなってるから、もう9月5日のその裁判に関しても、どれぐらいの人間が僕の味方してくれるかなんか分からないです。補助参加人だとか参加人だとか、共同訴訟人として、秋篠宮佳子や、眞子や、あと誰かな、もう名前覚えてない、悠仁君、もう我が家うちから裁判関わっておいた方がいい、そうじゃなかったら真面目にならないから、真面目になってるつもりになってる。今グレイのテルさんの声で行くわっていう声が聞こえてるんですけども、もう僕も今日もそうだけども、今までもそうだったけども、裏切られた気持ちになって、本当は今までトラブルになってるから、その人たちを一般人の人たちに向けて言ってるんですけど、あと皇室とか国会議員の人たちに、もう本当テレビ向かって大喧嘩、もう人間の本性が見えたから、もう綺麗事はテレビ出てるときはみんなの目があるから誰でも言える。二人きりになったときに真面目な会話ができるかどうか。もう手に負える気は全くしないです。もうフルーツやバーグから。あの蒸留する装置とかがなくなってたのも、もうわけわかんないです。で、クラウドファンディングで募集して、蒸留する装置、もう今、社会が何がどうなってるのか、もう僕も全然わからないです。ちょっと岸田さんも来てもらえないですか、普通に僕の家に。電話かけて。後で後悔しますよ。あのこれ、脅してるんじゃなくて、その、本当に。人として心がね、すごく真面目な人間になったとき、しっかりと睡眠時間が得られたりとかして、こう頑張ろうっていう気持ちになったときに、あのとき、なんであいつに会いに行ってあげなかったんだろうってなってしまいますよ。もう石破さんも結構年でしょ。もう60後半ぐらいじゃなかったでしたっけ？岸田さんより石破さんの方が年上じゃなかったでしたっけ？もう僕ははっきり覚えてないんですけども、もう今は頭なんか取られてるから、もうちょっともうこれぐらいにして動画つなぎ合わせたものをこの後見ていただきますね。警察官の人たちもうこういう状況なんで、あのもうマスクなんか、つけて、刑事課として働かないこと、
もうそれも全仕事場やめて、もう鬱陶しいだけだから。一般人にも逮捕権あるから、民事訴訟の中で刑事訴訟の方に変わっていくのぐらい知ってるやろ。で、捕まえられなきゃいけないのは、第一次世界大戦の第二次世界大戦を行ったのは行政なの、民間人じゃないの。で、今一警察官とか刑事課の人たちを責めてるんじゃないの。その人たちにも社会的地位が邪魔して、上には上がいて、上の言うことを聞かなあかんからっていうことになってるのを知ってるんです。だけども日本中の警察官とか公務員の人たちに呼びかけてるんです。もう僕と同じぐらいの年齢の人たちでどうにかしなかったらもうどうにもならないんですよ。老人が権力持ったって、自分が生きてる間はどうせ石油とかガスの輸入は自分が生きてる間ぐらいはあるってみんなそれ思っちゃうんですよ。最初はそうじゃなかったとしても頑張るぞって、俺たちがどうにかするっていう考えであったとしても、いろんな壁があってもうヘトヘトになってもう力尽きそうになった時にもうそういう考え方になってしまうんですよ。もういいやって、こんな世の中なんだからって、自分の名前すら名乗らないような人間ばっかりなんだから、もう俺もそれでええわってみんななっちゃうんです。もう一回考え直しましょう。誰です、警察官とか裁判官の中で撮影したらダメだって言った人間。レジャーランドでみんな撮影許可なんか出てますよ、どこでも。僕もだからイオンモールとかに行った時に撮影されてたり、自分がね撮影されたりとかしてるんですけども、それで別に全然放ってるんですよ。特に叱るわけでもなく。なぜかっていうと、僕みたいにホームページ作ったりしたらお金ものすごくかかるんですよ。1年間で、まあ1万6000円ちょっとほどかかるんですけども、あと動画を撮影したりかかってる電気代とか交通費だとか、あとは、被災地を撮影しに行った時なんか一泊してますから、交通費と宿泊費だけで軽く3万超えます。あとは食事代とか込みだと4万円近くになります。で、もうだからもうホームページに費やしてるお金ってもう10万円以上かかってるから。で、動画の再生時間がね、これ全警察官の方に覚えてもらいたいんですけども、過去365日を遡って3000時間か4000時間を超えて、チャンネル登録者数の人が500人か1000人ぐらい超えなかったらパートナーシップとかも発生しませんし、お金が1円も入ってこないんです。だからそんじょその辺の人間が撮影したところでね、そんなもの社会に拡散することできないんです。有名人じゃなかったら検索ワードがみんなわからないから、 YouTube の検索しても全く同じ題名のよそにはない重複してない検索ワードを撮影して YouTube に公開したところで出てこないんですよ。もう数が多すぎて、 YouTube に公開されてる動画の数が多すぎて。だからもう撮影運動のことをいちいちこだわってる人、隠蔽が違法行為で、みんなの税金でオリンピックとか開いてる時点で、オリンピックの中継をテレビで撮影してどうこう言ってる画面、著作権の話でそれ動画卓球の試合公開しませんけども、僕の喋ってる音声が絶対現場に届いてますから。だからそれでみんなスタンディングオベーションをして手を叩いてるんですよ。その僕の喋ってる内容とそれに反応して会場にいる人たちがスタンディングオベーションで、立ってね手を叩いてるっていう、その動画の公開必要なんですよ。それ見てもらったら現実がわかるから。まあまあみんな国連人ですよ。だけどもう僕ももうこれから先もどうしたらいいかわかんないです。最悪高島彩も出てこないんじゃないですか。参加人とか補助参加人とか、あの様子だったら、あきこちゃんも、かこちゃんも、参加しないで。もう僕の敵側に回るんじゃないですか。もう本当は今までしてることは、敵側のしてることだから。僕はその心の声とか、被災地の人たちに届けて、助かってる人たちがいるわけで、僕はそういうふうな、別に喋る声でもいいんですよ。言ってる内容が、すごくまともであれば。それはすごく
重要視してるし、人が人を信じなければならない部分はもちろん世の中ありますし、だけどもうこんなことを何十年も繰り返されて、多くの人間にこういう精神的に一体僕のどこに過失があるんですって、だからもうそれ法廷でみんな出ましょうよって、警察官もこれ言った瞬間頭取られてる。もうこれが今の社会の仕組み。だコンピューターが、だからみんなが公務員になりたがるのは人の頭の中を取れるからなんですよ。それ横領事件、みんなの税金使って許可もなく新聞社に嘘を書かせて、アンケート調査なんか全部嘘、新聞社が勝手に、数字出してるから、みんなアンケート調査なんか来ました、オリンピック手紙とかでないでしょ。あんなの全部テレビ局が身勝手に出してるんですよ。オリンピック放送したらとりあえず放映権料とかがスポンサーがいろいろお金をね、 CM 料金とか払ってくれるから、だからお金になるから放送したかった。夜中の時間帯なんかもともと見てる人なんかほとんどいない、スポンサー料金なんかほとんどない、だけどもオリンピックだったらそれなりにスポンサー料金が入ってくる。無理ですよこんな夜中。オリンピックと万博に関する条約すら決断で言うと1秒で消すことを1秒で決断できない人間なんか議員としてふさわしくない。全然社会一般人の人たちの未来をただひたすら削って、自分たちが高額所得者になりたかった人たちだけっていうことにしかならないです、結果的に見ると。知ってますよ、岸田さんとかはもう努力してくれてるのは。だけどももう僕にはもう荷が重すぎます、こんなに睡眠不足に刺されて。どうにかこうにかもうできない、費用的にも、お金の面でも。分かったっていう声聞こえてきてるんですけども、すいませんね、もう足もくたくただが、もう正直今もう途中から足組んでます。もうこれしょうがないで、もう許してください。もう20キロ近く今日も歩きましたが、睡眠時間本当に2時間ぐらいでしたから、もうそれでも帰ってきて眠気が来てるのに、カコちゃん見ただけで分かってるのはその命令口調で睡眠時間取れるから、それで今まで綺麗になってた。横領事件、刑法とかいっぱい違反してる。分かんない、もうちゃんと、とりあえず9月5日の様子は見てみますけども、今までの裁判の経験をしてきて、その実質的にね、経験した形で言いますと、まあ、さすがに大阪の高等裁判所の時は、被告というか相手方のところに何名もいろんな人間出てきましたけども、例えば秀和株式会社の件なんて弁護士立てて、弁護士が1名出てきて法廷で完全にだんまり、もう全部こちら証拠用意してましたから、何か言ったらどうせこちらはもっと悪いことになるんですよねって言っただけです。そうですって言われてました。もうけど訴訟費用とか高すぎて、もういつできるかどうか僕も分かんないです。でガソリン価格も変です、ここの家の近く、 JA のこと言いましたけども、北進清和台っていうところにコスモ石油があるんですけども、まだそこもレギュラー1リットルあたり160円安すぎる。そんなに安かったらみんな車乗りますか、絶対無理。220円以上今までの件があるから、1リットルもともと200円ぐらい、相場は、適正相場は。店頭の販売価格がむちゃくちゃだったら、もう為替相場どうこうなんかもう全然関係ないですから。国が補助金つけてるからですよ。だからもともと昔の灯油に補助金がついてたっていうところはまだ理解できるんですよ。暖を得るのに必要ですから。能登半島でもやっぱり必要だったでしょう、やっぱり灯油のストーブが暖を得るのに停電になりますから。まあその後でちょっと宮崎県のニュースとか見てみますけども、僕が見る限り震度6はフェイクでしょう、どうせ。建物の揺れ方と、あと報道機関の 宮崎県の報道機関のフロアを見ましたけども、あれどうせ以前の放送でしょう。パソコンとかは倒れてないで、上とかも大して揺れてない。
そんなに悪いことするから台風が近づいてくるんですよ。もう知らないです。もう自分たちで本当にちょっとはどうにかしてください。では続きの動画見てください。以上です。